東京新聞、もちき記者が、ジャニーズ問題で炎上していますね。ただ、私は、このジャニーズ問題、取り扱いが難しいなと思い、敬遠してたんですが、ああ、もちきさんの変な行動を示す事件でもありますわ。今回の騒動は。皆さん、こんにちは、花です。本日は2023年9月6日ですね。 で、この動画では、もち磯き記者の官房長官会見でのある種の被害妄想及び、一体何のために彼女は記者として活動しているのかなということについて触れてみたいと思いますので、とりあえず東京新聞、もしくは大元の中日新聞、もち磯きを野放しにしているお前らも同罪だぞと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。では今回の目次はこちらです。 では、まずはこちらの動画をご覧ください。こちらは9月6日の松野官房長官の記者会見の様子ですね。ここでは会見が約20分あるんですが、持月記者の行動を咎めるかのような司会者の発言に対して、文句を言う持月記者の姿が見られます。もちろん、20分全部を見てもらうと20分かかりますので、私の注目ポイント以外は編集したものを用意しました。 未編集のものを見たい方は概要欄参考動画にリンクを貼っておきますのでそちらからどうぞではどうぞよろしくお願いいたしますえ冒頭発言はございません NHK の古垣です共同通信坂口です北海道新聞の村上です

それから、はい、関連で餅月ですはい、関連で 関連ですみません、のこの後最後あと、公務がありますので、最後ちょっとこれ、毎回ちょっとお聞きしたいんですけれど、まあ私が来ているときは、大抵20分ぐらいで打ち切りになる、ただし、私がいないときは20分超えというのもまあちょくちょくある、あの今日はまだ16分42秒なので、もう少し時間があると思うんですが、あの先日、磯崎副長官のときは35分、時間がありました。 これはあの,他の記者さんたちの質問はほぼ尽きてはいると思うんですが、あの少なくともですね普段打ち切りをされている20分ぐらいまでは聞いていたあのお話を聞かせていただきたいんですが、どううでしょうかあの、まあ、まず公務が入っているということは、まあ、これはそ,れそ,の日そ,の日その日によってです、ね、日程は違いますので、まあ、ご理解をいただきたいと思いますし。 あの東京新聞さんからがいらっしゃったときに特にどうこうということはないと思いますし、客観的な事実として、えー、会見内における東京新聞さんのです、ね、質問に関してお答えをしている、それに要している時間というのは、おそらく一番長くにわたって丁寧にお答えをさせていただけるものと認識をしております。1点だけすみませんもう、はい、今のことで簡 はい、ありがとうございました。以上ですね、いや松野さん、苦笑いというか、笑いをこらえてるというか。 で、ご覧になったように、も月さんは、私が来てる時だけ、なんか会計の時間が短いのではって、ある意味、ゲスの勘繰りをするわけですが、松野さんが手元に資料を用意することなく、淡々と話してましたね。要するに、お前に対して、時間使ってるやん。まだ喋りたいのてか、時間一番使ってるから、お前の発言嘘じゃんって言ってるような気がする。 で望月さん、動画でもご覧になってもらったように、20分の会見中、半分以上、望月さんの質疑に時間が使われてるんですよね。他の記者はそんなに時間をかけてない。というか、望月さんが関連でって連呼して、どんどん質問している。そして、まあ、元の話、もしくは、普段の質問を聞けば分かりますが、望月さんは自分の意見というか、主張質問に込めるので、どこが質問か分かりにくいし、時間がとても長い。 自分一人で数社分話しているのに、自分の時だけ会見時間が短いのではって会見で聞けちゃうのはすごい勇気だわ。そしてそんな持月記者の質問時に自分の意見を入れ込みまくることが騒動を引き起こしていますね。こちらはトースポウェブ9月5日午後9時50分の記事ですね。見出しは、ジャニーズ性加害問題持月磯子氏の質問に被害者の妻ピシャリ。 死にたいくらいに苦しんだってですね。中身も見ておきましょう以下一部引用です。ジャニーズ事務所に所属していたメンバーで結成されたジャニーズ性加害問題当事者の会が4日都内で会見を行った。会見では近く刑事告発する意向も示した。その内容などについて、もちつき磯子氏が厳しめの口調で質問。 刑事事件で適切にやれば皆さんが対話をする以上の、などと話していたところで、突然会場の端から、壇上に一人の女性が現れた。ジャニー北川氏の性加害を訴え、当事者の会に理解と協力を表明して参加していた、俳優の服部ト次氏の妻で、女優の石井邦子氏だ。マイクを取り、も月さんわかるんだけどさ、被害者なの、と言って静止した。 それでも、もちき氏は、刑事告発の内容などについて指摘。それに対して、石井氏は、そんなことはさ、どうでもいいのよ。謝ってほしいのよ、まずは。と答えた。すると、もちき氏は、私ですかと質問。石井氏は、違うし。ジャーニーズ事務所がやったことに、代表が、だから、やめたからって、逃げるなってことだしさ、と話し。私、たまんないわ。この人たち、かわいそう。みんな被害者なんだから、と訴えた。以上ですね。 で、服部継氏は父親が有名な作曲家の服部良一さんお兄さんが服部勝久さんですねどっちかというと私は勝久さんの方が知ってるかなあっぱれ様大先生の記念樹って歌の作曲でただこの曲が小林亜生氏の曲とかぶっててみたいな騒動が頭にありますねでそんなにを持つ服部良氏も ジャニー北川氏の被害者だったということでメディアで告発を最近しているんですよね。そのために今回の会見に参加したところ、持月さんの質問に対して、つまり女優の石井氏が制止したって流れですね。で、概要欄に会見動画のリンクを貼ってますので、興味がある人はそちらを見てほしいのですが、持月氏は、被害者の会が条件によっては提訴を取り下げるのもおかしいと思うんですね。などと、被害者の会の考えを追求してます。 その直後のやり取りが記事の内容なんですね。で、まあ会見で真ンを探ろうとするまでは理解できますよ。しかし、もちきさんは自分の意見を押し付けたりしすぎなんだよな。だから被害者に対して、なんてひどいことを言ってるのって話になりかねない。 もちろん、実はこの被害ってのが全て嘘って可能性が理論上はあるわけで、まあ私はこの事件について何か具体的に真相解明とかする力もその気もないので、そして被害者が性的にいたずらをされたというかなり扱いが難しいものですから、だからこのジャニー北川問題を取り上げる気はなかったんですが、もち氏はその話題に対して自分の理想的な対応を被害者たちに求めてな。 まあ、もちきさんは数日前の官房長官会見でやはりこの問題を取り上げており、そこでは数十年も前から被害者やその家族が警察に被害届を出そうとしていたのに、警察の段階でそれを拒否されてきた。 という事実があるんだ。もしかして、警察が何か不正的なことをしていたのでは、それを調査する気はあるのか、みたいなことを言って、官房長官を追求していましたから、もちきさんからすると、刑事告発をしっかりして、被害者は救われるべきだし、真実を明らかにするべきだ、みたいなのがあるのかもしれない。 ただね、ジャニー北川氏はもう亡くなってるわけで、極論、刑事告発をしてもな。で、やはり記者が自分の理想を押し付けるって良くないんだよね。 普段から持月さんはそんな活動をしすぎている。それこそ山本太郎がダイブをして問題になった時にも、持月氏は記者として国会の委員会の場にいたはずなのに、ヤジを飛ばしたりして鈴木議員や世耕議員も問題視していましたよね。普段の会見でも自分の主張をふんだんに込めて、一体質問をしたいのか演説をしたいのかわからないことが多い。 まあ、そんな持月さんが今回被害者に対して被害者たちがやろうとしてる手段に文句をつけて炎上している。まあ、あ、持月なら差もありなんという気もしますが、まあ、ダメだわな。で、まあ、繰り返しですが、持月氏は何か記者として真実を明らかにしたいとか、それだけじゃなく、それ以上のことを普段から求めすぎなんですよね。そして、公の場で自分の主張をしすぎ。 まあだからこそ、官房長官会見でも自分ばっかり質問しているし、こんな場でも被害者たちにまで自分の意見を押し付けようとしていると思われかねないことをしている。 こんだけ迷惑をかけてる記者を所属している会社が放置してるのも大問題ですよね。東京新聞、もしくはその大元である中日新聞は、これ以上、もちき記者を野放しにしているならば、それはね、会社が問題行動をしてる、そんな風にしか思えないと思うんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。またね、結局は、具体的な処分とか何もなかったことになったようですけども、もちづき磯子氏が、山本太郎大部の日に問題発言をしていて、大炎上 ししたた件にについてご紹介した動画をこちら側にまた山本太郎大部についてあの小西洋之氏が太郎への処分をすることは問題だっていうふうにね、まあ、太郎をかばった件について私や浜田議員などが疑問視している件についてお伝えした動画をこちら側にご用意してますのでご存じない方はねぜひともチェックして,てください最新動画のね大椿優子のへんてこな行動について説明した動画なんかもねまたよかったら見てくださいでは次の動画ライブなどでお会いしましょうバイバイ